ルナ、あとナメコ、変な名前でしょ。あとですね、チャンコっていうのも覚えます。でそして12月で頭に生まれた子、まだ名前がありません。2頭かわいいでしょ。この子たちもロケンプロもうデビューしております。で滑ってます。で、ね、この子たち露天風呂に入るととても活発になることがあります。でバシャーンって水かかるかもしれませんがご利用してくださいね。皆さん最後に注目してください。それでは今度はこの露天風呂についてご説明しましょう。この露天風呂のまず歴史に行ってみたいと思います。これ1982年から続いています。1982年、36年前、僕らの大先輩である飼育員さんが冬寒いのでお湯でお家を掃除していました。その時に冬の全く動かなかったカピバラたちがそのお湯だまりに向かって